いっぱい、ありがとう。いっぱい見てますか。はい、今日は私 HKT48 の坂本里乃が21時から1時間お届けしたいと思います。いっぱいコメントしてください。はい、では読んでいきますね。はい、こんばんは。17メンバーリレー配信が始まりました。 HKT48 の坂本里乃です。はい、今月9月28日土曜日に福岡サンパレスホテル&ホールにて開催する HKT48 学園文化祭コンサート、そして夜公演は松岡花卒業コンサート、花って花って最高かよの昼夜2公演を17で無料ライブ生配信をすることが決定しました。やったー、無料らしいです。今回はなんとで、この17かな、この17で放送されるということで、皆さんもうアプリはダウンロードしてるかな、今日で使い方を覚えてくださいね。って言っても、もう結構長い期間、何週間前からかメンバーしてるらしいので、皆さん知ってる方は知ってると思うんですけれども、コンサートのライブ配信先駆けて17で HKT48 メンバーリレー配信を行っています。これはですね、チーム H とチーム K4 のメンバー34名はい、がライブ配信をリレー形式でつないでいきますので、皆さんよろしくお願いします。そしてなんと9月26日からは HKT48 メンバー全員のサインが入ったグッズが当たるプレゼントキャンペーンも行っていきます。はい、なので皆さん17の特設サイトをぜひチェックしてください。お願いします。はい、それでは私坂本里乃の17配信がスタートです。上手に読めましただって、上手に読めましたこんばんはだって、こんばんは。さっきさ、HKT のさ、あれですね、 HKT のグッズが、グッズってか HKT の今回のコンサート名が入ったアイテム見ました。はい、見えてますか。後ろはね、ハナさんのね、ハナさんがいるんです。やめないで、やめないで寂しいんですけど。はいはいはい、あれ、みんなコメントしてますか。これアイテムがいっぱい来すぎてコメントが全然ないんですけど。そして今は新曲が流れていますね。はい、なんかね、みんながコメントが読めなさすぎるので、私が一人でお話ししていこうと思うんですけども、今回はチャラーン、こんな質問ボックスを用意してもらいました。どんな質問があるのでしょうか。じゃーん、どんなのが入ってるか知らずに聞いたら、じゃーん、あ、これこれこれがすごい。今の誰だろう、もういなくなっちゃった。今 HKT のさ、誰か投げてくれたの、ありがとう。はい、どんな性格だって。自分のことを話すのは恥ずかしいのでハナさん、ハナさんの性格は、そう、ハナさんの卒業コンサートなので、あ、これこれ、松山さんありがとう。そう、ハナさんの性格は、そう、
ご飯食べ行くことがあるんですけど、意外と食べる性格かどうかわかんないけど、意外となんかあんまり食べてるイメージがなかったんだけど、いっぱい食べてる。うん、そう、ご飯を食べてますうん、とか、あとあのね、私が今まで出会ってきた人の中で本当に一番褒めてくれる、いろんなこと、あの人が気づかないところまでほんまさりげなくしかも褒めてくれる、うん、がすっごい原さんのいいとこ、性格だから私は嬉しかったこといっぱいある。何がって言うとみんなに言わないけど、そう恥ずかしいから言わないけど、本当になんかポッと会った時に、今までチームが一緒になったことがないから、まあめちゃくちゃさ、その一緒のチームになったことある人と比べると、もしかしたらその会う頻度とかは少なかったんですけど、その中なのに褒めてくれたりするんですよね。えずるすぎませんか？ねえ、そんな優しい人いますかって感じです。が原さんの性格だから、さりげなく褒め上手、あといつもニコニコ、でもいつもニコニコなのはもうみんな知ってるでしょ。なんかアイテムが来すぎててみんなのコメントが全然読めないんですけど、ネイル見してって書いてね。はい、じゃらーん。あの先日中洲ジャズのこう今度オンエアされるんですけど、そちらの収録をしてきたんですね、ロケで。だからちょっとおとなしめにね派手派手にせずにおとなしめにしようかなと思って、ちょっとおしとやかにしました。これでもこれがおとなしめかどうかちょっとわかんない、私の中では結構色とかそうもおとなしめにした方なんですけど、ちょっとなんか清楚にねしたりとかしました。あ、この曲私が参加してる曲だ。そうなんです、かわいいです。これ見えてるの？私さ、一生画面にさ、皆さんがありがたいことにいっぱいアイテム送ってくださってるから、ちょっと全然自分の顔が見えてなくて、かわいいです。コンサートの時も多分このネイルだと思います。髪色は変えちゃおうかなと思ってるので、はいはい、って感じかな。そうなの、応援ありがとう。この曲はこんな時代にっていうファンの皆様がから投票で決まった曲なんですけど、本当この時の私なんかどんな曲が来るかわからない感じ楽しみにしたんですけど、すっごいメッセージ性が強い曲で、そう皆さんも聞いていただいたらわかるんですけど、ちょっとでも話し始めたら曲が変わってしまいましたこの曲は何でしょう。じゃあ私の歌わりを言いますね。まだ言ってないかも、私の歌わり。ここ家に帰ろうなんて思わない大人の環境、ここです。今のところが私の歌わりです。はい、お、の皆さんどうですか、私の歌わり初めて知ったんじゃない。この曲はいつ披露するのでしょうか。私の歌わり分かりましたって人一人もいなかった。
活の皆さんね、何もこう工房車輪がうるさいって言ってます。でも結構思ってた以上に踊る曲でした。はい、踊る曲だったので、踊る曲でしたね。だから私結構毎日踊ってる、本当に下手くそだったかな結構ゴリゴリに踊る曲なんですよ。なので意外とちゃんと頑張って踊ったりしてますね。ダイエット一緒の歌わり、あ、やっとコメントが見れるようになった。ダイエット一緒のコメントじゃないや、歌わりですから。やらせれやちゃん、そう、のんきせいちゃんのやらせれやちゃんと一緒の歌わりですね。ここです。大胆でなきゃいけないって言ってます。はい、そうなのです。そうです。ここのね、感想がむずいんですよ。私は結構好きな曲調で、もちろん前回が暗い曲だったんですね。なんて曲だったっけ。あ、青春フルスロットルだったんですけど、まあ、結構そちらの曲の方もおとなしめのなんかかっこいい系の曲だったんですけど、なんか違った意味でちょっと何いい感じの曲調で、なんか楽しい曲、私は結構好きな曲でした。もちろんなんかその明るめの曲もなんか欲しかったなって、チームエイチに1曲、今のチームエイチに1曲欲しかったなっていうのはもちろんあるんですけど、でも全然本当になんか今日もラジオの人とお話ししてて、今日私ラジオ聞かないとの収録してきたんですけど、オンエア分ので、そこでディレクターさんがロンリーサブウェイを聴いてくださって、そしたらめっちゃ好きな曲やったって言ってくれて、すごく嬉しくて、そうなので、多分また私たちがこう歌ってる踊ったりしてる姿を見たら、すごい皆さんも、こんな曲なんだ、K-4 の曲、そうそうそう、だからこんばんは、なんかすごく良かったなって思います。だって、はい。かわいい。でも最強アイドルだって。確かに K-4 と H は曲調が違うかもね。なんかここ天に合いそう。めっちゃこの曲。合ってた初聞きだけど、ブレイクさせるだって。めっちゃいい歌詞やん。よろしく、はい。もう本当にさ、今さ言ってるけどさ、なんか応援してくれてありがとうございますっていっぱいあるんですよ。でもそれをさ、こう歌詞にさなってさ、こう伝えられるのめっちゃいいですよね。それを公演とかで歌ったらみんなウルウルしちゃうんじゃない。最近だったら逆上がり公演のファンレターが
本編終わりの曲ですねがめちゃくちゃいい曲すぎて、あのグッとくる日めちゃくちゃグッとくるんですよ。うん、みんなこうしとけ、こうやってこういうことしたいんじゃない。かわいい。そうだから今回収録されてる曲は4曲なので、表題曲を含めたら3曲なんですけど、皆さんぜひいっぱい聴いてください。私表題曲めっちゃ好きなんですけど、そうめっちゃ好きなんですよ。あら、バケツが流れてきた。はい、何の話してたんだっけ。そうなので、皆さんいっぱいぜひ新曲も聴いてもらさったら、もらさったらって聴いてくださったらとっても嬉しいです。はい、ってことで次、愛知から伝言も回ってるらしいので、30分だったら読もうかな。今日の私服はどんな感じですかって。もう今日はめっちゃ配信だけだったので、ラジオの時は違う洋服着てたんですけど、もう見て、ブーツを履きました。もう早く秋が来てほしくてブーツを履いちゃいました。なんかシンプルめな T シャツが最近は好きなので、デニムが合わせてきちゃいましたね。黒いデニムが可愛い。そうです、こういう日はなんか結構あるので、じゃあカバンも可愛いですよ。カバンももうね、もう私は秋仕様にしてて、そう、もう秋のカバン可愛いんですよ。これもめっちゃ可愛いと思って買ったんですけど、可愛い。あ、すごい、なんかお洋服紹介したら届きました。すごい、 HKT48 と17で最高歌謡を見ていたら、あのなんと X で、あのコメントが来てまして、もし私とゆえでちゃんですね、リノエルでコンビ曲があったらどれ曲が欲しいですかって、来週のコンサート私とゆえでちゃんのユニットがあったらいいですねだって、楽しみにしてます。名前、あ、これも読みますよって言うんですか。名前を言ってしまう。あ、ニコラスさん、ありがとうございます。見てるのかなこれ。あ、そういうことね。そうやってあのツイッターの方も見ていいんですね。そうそう、私とゆうちゃんのニットはあるかどうかはちょっとわからないですけども、一緒にやりたい曲は何があるかな。でも炎上路線もできたし、サボテンも星の向こう側もできたので、結構やりたいニットはできてるので、なんかいい曲ありますか。あー、友達でいられるならって、えー、もう友達友達です。いい曲ですよね、めっちゃね。何があるかな。隣のバナナ。
ね、何かあったら教えてほしいですね。もうさ、今なんか曲ないかなと思ったけど、博多吸血鬼しか頭の中流れてこない泣かない。博多吸血鬼じゃ一緒にやりたいです。はい、次わったら、今一番食べたいものはだって。今一番食べたいものは、もう私とっても博多っ子になってしまったので、豚骨ラーメンと、あとはあのフルフルさんの明太フランスが食べたいね。続いて、じゃーん、最近の仲良しのメンバーはだって。最近の仲良しのメンバーいますね。ないんですけど、あの一人気になってる後輩ちゃん、仲良しまでとは言わんのができまして、なんとはな、リリこの子いじみやちゃんです。7期生のと思った人いるでしょ。この前のハイタッチ会の時に一緒になって、目のレーンなんか遠くで笑ってたんですよで私も遠くでリリタンってみんなが呼んでる、見てたら、あ、リリタンちゃんって呼べばいいのね。そう、リリタンちゃんがあの微笑笑ってて、その笑顔がもう可愛すぎて、ちょっと着なさいって着なさいって、かわいいってなった。あのね、かわいいリリタ、長崎って言ってましたね。長崎、はい、言ってました。あと何の話したいって、なんかね、私がね、私がかわいいねって、何喋ってもかわいいねって言った記憶しかなくて、何も思い出せないんですけど、ファンの方もこんな気持ちなんだと思いましたねあ、そうだ、みなさんもかわいいですみたいな絶対そうだと思ったけど、思ってないです。かわいかったですね。あ、もう一個来てますね。HKT48 で最高かよってハッシュタグありがとうございます。私への質問です。原始人さん、ありがとう。朝起きて遅刻が確定したら慌てますかって、それとも開き直ってゆっくり準備しますか。ありがとうございます。遅刻しちゃったな。もう私はどうしよう、一回ぼう然とするかな急げないかも。間に合うんだったら急ぐ、でも明らかに間に合わないんだったら、あ、急がないかもあーあってなっちゃう。あとは場所による、あとはもうあの、でも基本的には遅刻したくないから、やだな、いや想像するのもやだ、いや嫌ですけど、嫌だ、あのもう諦めちゃうかも結構。でもね、私ね、めっちゃアラームつける人なんですよ。私は遅刻したことは一回あの東京へのおしゃべり会の時に、こう電車のホームあるじゃないですか、空港に向かうとき電車で行かないといけなかったんで、あの電車に待ってて、その時にこうホームがあるじゃん、でこうなんか2個電車が来るみたいな、どっちにも電車が来るなんて言えばいいですか、こうみたいなホームで、それで違う方の側に座ってたんや、こうやってだからこっちも来るしこっちも来るみたいな、で私こっち向きに座ってて、そしたらこっちだったのよ、電車来るのが気づかないで、でめっちゃで気づ、朝早いから電車の本数が少なくて、そうしたらなんと朝早すぎて次電車来るのが20分後15分後みたいな、あれみたいな、
で気づかなくて電車来ないなと思って調べたらもう行ってたんですよ、あっち側で。で急いで電車調べたら次20分後で、え、もう間に合いませんみたいな。え、私いたんだよホームに。で急いでそれでも空港に行ったら、確か年末年始とかで空港がめっちゃ僕激混みで間に合わず大変だったって日があります。だから飛行機を変えていただいて行ったことある。2年前くらいかな。だからもう空港にギリギリに行くのが大嫌いになって、もうめっちゃ早く行くようになった。でもこれ親にも話してない親にも話してない、秘密の話。そんなのもありましたね。だから何が言いたいかというと、空港にも早く行きましょう。劇場公演に行くときに飛行機でそれをしました。だって公演に送りました。ね、そうだよね。なので気をつけましょう。はい、じゃん、まるの秋。私は、パーカーの秋です。パーカーをいっぱい着たいのと、あとスニーカーもいっぱい欲しいのと、って感じですね。食欲で今気になるものはまだ一個もないかも。これから出てくるのかな。ないかも。でも今年はリンリン認可曰く全然秋が来ないらしい。これめっちゃ喉が渇くんだけど。そうね、最近私スニーカーが大好きね。どんなスニーカーが欲しいですか。歩きやすいのが欲しいですね。あと白いスニーカーとか欲しいですね。あーばーよ、懐かしい。あとパーカー着たいですね。え、みんな配信こんな感じなの？17。30分になったら愛知の読もうかなと思ったんですけど、マネージャーさんがちょっといなくなってしまいました。いいかな、読んじゃって。気になる、迷うな。いいのかな。ご規制パーカーとか作りませんかって。作るならめっちゃかっこいいの作りたいですなんかネタとかじゃなくて、普段私が使えるような、なんか裏とかにもこだわったやつを作りたいですね。はい、だからいい感じのやつを作りたいなって思いますはい、なんか変なのが出てきた。皆さんアイテムいっぱいありがとう。
ちょっと次のやつ読んじゃおう。ここで愛知からあれ愛知から市村里乃って見えますか。こんなんが来てます。見ます。何書いてんの。みんな知ってるのかな。かわいいかわいい。リノへ相乗りでお出かけするならどこに行きたいですか。頑張ってね。アイディオリーだって。わー、愛知ありがとう。相変わらず字が上手ですね。私愛知の字が昔から好きなんですよね。本当に器用、何でもできるし、うん、なんかあの趣味も多いし、めちゃくちゃ羨ましいのが多い市村愛知ちゃんです。話も上手いし。そんな愛知とお出かけしたいのはどこに行きたいですか。だって私はどこがいいかな。でもそのめちゃくちゃいろいろ調べてくれるって言ってたので、愛知とだったらあの遠いとことかも旅行に行けそうだなって思ってますね。はい、だからなんか遠いとこに一緒に行ってみたいかな。福岡じゃないところ行ってみたい。それこそ海外とかの韓国とかも嬉しいですね。嬉しいですねとか行きたいですねとか、あと何かな。なんか私が行きたいのはあの京都とかめっちゃ行ってみたいですね。だから京都とかなんか何でも詳しそうじゃん。なんか愛知って別に詳しくなくても詳しそうに話しそうじゃない。行ったことあるんだのテンションで紹介してくれそうだからそうだからその愛知に任せてどっか連れてほしいなって思います。はいはいはい。で君どこですね。ちょうど愛知とどこかへ行きたいかな。愛知ありがとう。おさむりだねえ、かなってめっちゃ思います。でも二人で話すことも結構多いんですよ。だからあのそういう意味で言うと全然困らなそう。うん、そう。はい、って感じかな。ありがとう、いっぱいアイテムって感じ。みんなは私とどこに行きたい？ファンの皆さんは。私と行くのはどこに行きたい？大好きだった、ありがとう。ハワイ？食べてくれますか？わ、いいね、パリのディズニーだって。わー、連れてって。私行きたいですね。カフェに行きたい。あ、これ読んじゃいましたカフェに行きたい。確かに天神とかカフェいっぱいありますからね。まあそう、愛知と行きたいところは決めましたけど。テーマパーク系が多いのかな。でも多分初めからテーマパークは結構レベルが高いと思います本当のこと言ってリアルな話だから私はカフェとかからあのスタートしたいかな。うんどこに行きたいのとか言ったけど、そうカフェとかからがいいですね。映画はどうですかだって。映画はなんか私と趣味が合いそうなやつとかだったらめちゃくちゃ嬉しいですね。
今何の映画が面白いんだろう。私が気になってるのはインサイドフットが面白いって聞いたので見たいなと思ってるんですけども、そうなんだ。スポーツ観戦だって、わいいですね。私さスポーツは詳しくないので、なんかすっごい詳しいんだったら私に教えてほしいかも。そのスポーツこれはねこうでねみたいな教えてくれる感じだったらめちゃくちゃいいですね、うん、そう。皆さんでも秋にはコンサートがありますので、まあ、コンサート来れないよって方がいらっしゃいましたら、こちらのね17の方で配信もしていますので、皆さんそれを見ていただいて、ちょうどあと1週間とちょっとですね。なので、はいはい、そこら辺も楽しみにしていただけたらなとめっちゃ思います。はい、あとねお話しできる時間はあと5分くらいです。どうですか1時間あっという間でしたか。あとは何かありますかね。コンサート系の話、文化祭の話、文化祭の話をしましょうか。文化祭はですね結構ちゃんと本格的な文化祭なんですよ今回は。まあ、時期も時期ですし、こうメンバー一つで頑張ってやってる文化祭なので、すごく皆さんもそれを楽しめるんじゃないかなと思いますね。あっという間ですね。だってあっという間です。かわいい、わーんって書いてる。待ち上がれば流れませんか。だって流れるかな、あと5分くらいだけど。合唱コンクールだって、まあやっちゃったからねこの間。あ、すごいいい質問、母さん。あ、めっちゃ私名前もの忘れてた。母さん、文化祭はやったことないんですけどどんな感じですか。だってなんか文化祭っていうのは学校の中学校高校大学とかからあるんですけど、なんかお祭り、学校でするお祭りみたいな感じで、こうクラスだったりあとは部活動、部活動わかりますか。部活終わなんか学校が終わった後にするクラブみたいな感じの活動をするんですけど、その人たちがこう集まってなんか一つの出し物だったりとか、あとはなんか屋台とか出したりするんですね。そういうのを学生たちだけでそういうのを文化祭って言うんですけど、そう今回はそれの HKT の文化祭って感じなんですね。なのでもうメンバーもそれぞれが特に7期生とかが今回は主体になってるので、私は出し物はしないんですけど7期生ちゃんたちはこうやるんだってね。だからそういうのも楽しめそうだなと思います。だからファンの方と多分一緒にできると思う、そういうブースみたいなのもいいから。はい、でコンサートの中だったら私たちもこう何部とか部活動とか出し物みたいなのにこうやっていくので、そういう意味でもなんか楽しめる感じじゃないかなって思いますね。だから今発売されてるジャースの写真とかもあれも文化祭仕様ですね。そうそう、そんな感じ。わかりますか文化祭。
楽しいんだけど、結構文化祭は準備する人しない人が分かれてました私はあんまり文化祭を経験せずに終わっちゃったんですけど、高校生の時は文化祭の準備までは入れたので、そう、高校の時の文化祭参加で、本当の文化祭ね、参加できたんですけど、今回はだからそういう意味でもできましたね。ね、だからそのどうぞクラスの T シャツとか作ったりするんですよ。なんかそういうのも含めて面白そうだなって思います。でもね、それこそなんか、まあ、来てもらったら分かるんですけど、そういうなんか今回福岡サンパレスホール、福岡サンパレスでホテル&ホールでするんですけれども、そちらの方のロビーみたいなところもすごく、文化祭っぽい感じの出し物をメンバーとみんなでこの間作ったので楽しいと思います。あ、これをみんな頑張って作ったんだっていうのが分かると思います。よしピンガさん、すごいなんかチェックのマークついてるね。文化祭で自分が何をやったか覚えてないけど、隣のクラスのカレー屋さんが盛り上がったことだけ覚えてます。そう、なんかね、ほんとクラスの出し物が違うので、もうなんか迷路とかいろいろあります。そう、だから最近は結構そのなんか縛りとかでやってるコンサートが多いんで、前回はギャルだったじゃないですか、ギャルだったんですけど、その前はえと、はい、えとだったので、十二支のえとで、今回がね、こういう文化祭って感じなので、でこう一個縛りがありますよね。皆さんは来てくれますか？まだチケット発売されてるのかな？私Do Love Me大好き。ね、東京から行きます。ありがとうございます。あ、また名前を見せちゃった。ジョーさん、でも僕は北海道に住んでるので遠いです、だって。そうなの。悲しい。じゃあぜひ今回の配信を一度で見てもらって、そこで HKT めっちゃいいやんと思ったら、ぜひ劇場の方に遊びに来てもらえたら嬉しいです。うん、でも無料なので皆さんその見やすいじゃないですか。だから本当にそれを機にね、普段見ませんって人が見えたりできたらいいなってすごく思いますね。うん、はい、でぜひね、そのまだ見たことないよって人は、HKT48 のね、坂本のね、りのちゃんって子がいるんですけれども、そう、その子がちょっとなんかいい感じらしいので皆さんぜひ推しメンにしてもらえたら嬉しいなっていうのをなんか最近ちらほら聞いてますね。なんかどっかの誰かから聞いたんですけど、ぜひ。って感じで、もう45分になりました。
嘘です、あと5分もありました。いのちゃんにいつ会えますかって来てますね。私に会えるのはもちろんこの配信である、あの9月28日のコンサートでも会えますし、あとは普段は劇場公演、 HKT4 で劇場公演の方でチーム H に私所属していますので、こちらの方でよく公演にいます。はい、なのでそちらの公演でも会えますかね。そうですそうです、だから私はそんな感じかな。私もこれ書いた方がいいんですか。最後 OK です。フォーク、へー、クラウチさん、すごい、これ今私がしたってことですか。なんか私がツンツンってしましたありがとう。何しょ、何しょった、フォークできたなんか恥ずかしい、ツンツンだってあ、これかな、ありがとう、すごい。残り終わり3分でこんな機能を知りましたすごい、これね、フォークとはありがとう、こんにちはみたいな挨拶をフォークって言うんだって。へえフォークだって、フォークちょうだいって、おい一個一個私がこう手作業でポークしてます。今なんかポークしましたよ、ありがとう。私も今日で一覧をできましたね。挨拶してるの、私一覧の配信初めてですね。うん、初めてかも。だからこんな機能がすごいね、こうみんな多分ツンツンさって喜んでるんでしょきっと。みんなまとめてフォークできましたって、あ、ほんとすごいね。17、はい、ちょっとでも一切のやり方わかんないから一個ずつしてるんですけど、よかったね、みんなフォークしたね、すごいすごい。皆さんこんな夜遅い時間に見てくれてありがとうございます。もうあっという間に21時50分となりました。今日17デビューしましただってありがとうございます。はい、なので早いものであっという間に終わりの時間なので読ませていただきますね。はい、今回はですね17、私初めて使ってみたんですけれども、こう皆さんとこうやってなんかツンツンとか普段とね違うような感じでできたのも嬉しかったですし、何よりこのねライブでコンサートが配信されるということですごく楽しみなのが増しましたし、皆さんいっぱい見ていただけたらなとすごく思います。コメントとかもいっぱいできるのでね、どんな感じになるのかわかんないんですけど、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん配信を見てくださってありがとうございました。9月28日のコンサートでは会場で皆さんに会えることを楽しみにしています。でも残念ながら会場に来れない方はぜひ17を見ていただいてご視聴いただければなと思います。生配信がございますので、はい、福岡サンパレスホテル&シティにてお待ちしております。9月28日です。はい、昼夜公演はどちらもたくさんの思いが詰まったコンサートになっておりますので、皆さん本当にお待ちしております。はい、そしてこれにて
私、りのちゃんこと坂本りののリレー配信は終了となります。楽しかったですか？はい、めっちゃ皆さんとお話できてすごい楽しかったです。はい、では次回の配信はですね、明日9月20日の20時から、なんと同じチームのチームエッジ柳瀬れいあちゃんが担当してくれます。れいあちゃんよろしくお願いします。いっぱいあのフォークをして皆さんを喜ばせてあげてください。れいあちゃんよろしくお願いします。はい、ではぜひ皆さん見てください。今日はありがとうございました。バイバーイ。あ、了解です。あ、次のメンバーの質問をだって、うん、何がいいかな、みんななんかあります？なんかあるかな。なので皆さん、私はレアちゃんに質問を書いたので、これを明日ぜひ20時から、うちが何を書いたのか楽しみにしてください。はい、なでは、バイバーイ。これでいいの？ありがとうございました。皆さんありがとう、楽しかったです。いっぱい寝てください。ありがとう。バイバーイ。